おはようございます。やんちゃです。2024年9月25日水曜日の夜っす。はい、おっと、よいしょ。タイマー15分、よし、やりますか。というわけで、すげえ深夜になっちゃった。今また27時ですね。いやー、まあちょっと今日何をやってたかは明日のやんちゃクラブで言うので、ちょっと今日はあれなんですよね。まあタイトルにもある通り、あれをやんなきゃいけないです。あの、満を持して超高速やんちゃクラブ。やっとできるわ、超高速。かなり時間かかったよね。パソコンが開かない。ちょっとよしよし、はい、電池よし、はい、もうちょっと早速やろうかな。さてと、よし、準備できた。じゃあ行きますね。3、2、1、プッシュ。はい、眠気を逃がすな。なんだろうね、なんか眠くなったのを我慢して、でなんかちょっと我慢しちゃうと眠気が飛んで、その後はちゃめちゃに起きていっちゃうっていう、そういう話を多分してる。はい、なんだこれ、旅行ロス。これいつ頃ですかね。ルビー会議の、あの沖縄行きからもはや帰ってきてますかね、多分。そうですよね、多分沖縄から帰ってきてるから、ちょっと旅行が恋しいみたいな話になってんじゃないこれ。送料を無料に、なんだろう、送料を無料にするためになんか8000円以上になったら送料無料ですみたいなやつ、そういうやつ無理して買うのをやめようみたいな、そういう話だった気がする。そんなことないわ、なんか買ってるわこれ。明らかにサンリオショップ、オンラインサンリオショップでなんかパイの実の、あ、超超高速やんちゃクラブだ、1000、1から1000。早すぎる。これは早いね、これもう分かんないね、これ今やんちゃクラブって24フレームなんですよ、秒間24フレームで100倍速にして、でさらに100倍速にしてるわけでしょ。ってことは1万倍速だから、多分フレームに入ってない輪とかあるよね。これなんだろう、ちょっとした修正って何の話してたのか全く思い出せないな。なんだろう、所持品最小チャレンジ、なんだろうこれ、なんかピント合ってないな、この剣玉。でも雲の動きがめちゃくちゃいいな、この日。この雲超いいですね。所持品をなんかいつもリュックにいつも の持ち物を大量に入れて持ち歩いてるけど、何も持たずに出歩きたいみたいな、そういう話だと思う。なんだろう、値段を見ずに買うのをやめたい、なんか買っちゃったのかな。給付や減税に倍返し、あー、これは何だろう、あれかな、定額減税っていうのありましたよね、今年。定額減税、一人頭3万円でしたっけ、一人頭3万円みたいな、所得税から3万円、住民税から1万円みたいな、でそれ浮いたらその分倍消費した方がいいみたいな、なんだそりゃっていう話をしてた。年3回もハウスをやるのか、
これね、多分これ北海道に行くかどうかを悩んでるやつですね。北海道行き、ああ飛蚊症リターンズね。はいはい、飛蚊症なんかまた結構派手に飛蚊症が再発っていうか、なんか左目だけだったのが右目も飛蚊症みたいになって、なんかもうちょっと検査した方がいいかもって言って、なんか検査に行ったんだか行きたいんだか、なんかそういう話をしてたと思う。これなんだろう、プロセスの方が大事に思う。何の話をしてたんだろう。なんか目的ばっかりじゃなくて、なんかプロセスも大事っていう話だと思うんですけど、なんだっけなこれ、マジで字幕つけたいよね。なんだこのサムネのポーズは。やることが多い土曜日、なんだろう、なんかあったのかな、運動会とかかな、多分なんかそんなようなことだと思う。多分学校の用事とかがいろいろ重なってて、朝からいろいろやんなきゃみたいな。コメダで時間解けた、なんだろうこれ、なんでコメダ行ったんだっけ。わし、うわー、この日の雲超いいですね。鱗雲っていうんですか。素晴らしい雲だなこれは。そのコメダでなんで時間解けたかわかんない。これ確かなんかかき氷かなんか食べてたんだよな。無人島とインド、これは歌舞伎町にある無人島っていうバーですね、バーに行った話と、そこでインドの投資信託をみんなでせーので1000円分ぐらい買ったっていう話ですね。これなんだっけ、続けてて偉いね的なもの。はいはいはい、続けてて偉いっていうことに関して何か喋ってるんだと思うんですけど、うわーこの日の雲もすごい。あ、これあれじゃん、北海道に出発してますね多分ね。北海道に出発してて、途中土浦かなんかのレンタルスペース行って、でこれその後大洗からフェリー乗って、もう苫小牧着いちゃってますね。フェリーの様子とかもざっと流してて、なんかだいぶフェリーの中の様子を紹介するのに飽きてきてるよねこれね多分。いやこれすごかったな、この石狩川、この目的のイベントが午後1だったから、午前中は石狩川行くぜとか言って結構な距離を走って石狩川見てきたんだよな。でこれその翌日、洞爺湖、一人洞爺湖サミットはめちゃくちゃ良かった回ですよこれ。しかも雲もめちゃくちゃ良くないですかこれ。雲えぐ、超いいな。この日は結構いい話もしてる、あのエニシテックカンファレンスの内容についてわしが感想を述べてるんですよね。でこれ帰ってきてるとこですかね、帰りにあのサンフラワー乗って帰る直前にですね、サンフラワーの目の前で、はい、喋ってるところですね。でもう帰ってきてると。こうしてみると北海道そんなに日数いませんでしたね。せいぜい3日いた、前日入りして翌日帰ってるかな、翌々日ちょっと忘れちゃった。でもそんないなかったですね、沖縄と比べたら大した旅ではなかったですね。でも体験としては超良かったな。これなんだ、三種のスプシ、多分ですけどこれアップルのナンバーズとグーグルのスプレッドシートとあとマイクロソフトのエクセル、この3種類全部使ってるっていう話だと思う。持つべきものはファン、これね、こういう感じだったか、そっか、うわ雲すごい、雲超いい、なんか雲めっちゃいいな。なんかはい、無人島やんちゃクラブ初期払いをやるよっていう、無人島っていうバーが7月末かなんかでなくなっちゃうから、その前にちょっとバーイベをやるよって言って募集してるところですね、人員を、人員というかお客さんをね。
はい。で、三者面談と。これ誰の三者面談だっけ？誰かの三者面談。長男だっけな。忘れたけど。なんか三、あ、ん？違うな。なんだっけ、これ。誰の三者面談の何の話をしてんのかさっぱりだな。お、どこでも扇風機。はい。どこでも扇風機が届いた回ですね。マキタの扇風機。これないと、もう屋上で、なんか、熱中症で死んじゃうみたいな感じで。買ったはいいけど、これなんか数回しか使ってないですよね、多分。なんか、熱風が当たるから、こうやって、霧吹きで、自分を濡らした状態で風を当てないといけないから、割とめんどいし、なんか結局これを当てたところで、結構クラクラしてくるから、ちょっと自分を守るために、あれなんですよね。日が昇っている時に撮影をするのをやめちゃってんですよね、この1週間後ぐらいにね。で、これ何？ ファービー、令和のファービー。そうそう、命大事に。そうなんですよね。この日は曇ってるからいいけど、もうちょっと、暑すぎて、7月。本当に命の危険を感じてたんだよな。でもなんかまだ、性懲りもなく運動してるんですよね。8cm CD 発売ラッシュ。これは、なんか SB 級アイドル部っていう、なんちゃらアイドルの姉妹ユニットみたいなやつと、太宰ちゃんっていう、その SB 級アイドル部のメンバーがソロで、合計2枚、同時に 8cm CD を出したっていう話ですね。8cm CD のうんちくを語ってるとこですね。1日たった600円。これなんだろう。何を買おうとしてる？これ。1日600円って全然たったじゃないよね。月1万8000円だもんね。月1万8000円引いては年20何万円だもんね。これあれかな？ iPhone かなんかの話かな？給油。なんだろう。なんか、小学校時代の友達と飲みに行った話かな？多分。それで三日酔いしてるってこと、これ。これで夜の世界に入っちゃってますよね。多分ね。1032回か。はい、4日酔い。 ちょっと待って。そんなに？そんなに？どういうこと？そんなに5日酔いならず。外してきましたね、あえて。そんなか、なんだろう。そんな派手に酔っ払ってたっけ、わし。やべえ、何の話してるんだろう。気になるな。これは ?SD カード。SD カード。なんか SD カードをどうこうしてるんだよな、多分。なんだろう。マジで。脂っこいラーメン屋の床滑りがち。なんか長男と一緒に、高校ですね、私立高校かなんかの学校見学兼説明会みたいなやつに行って、帰りに浅草の弁慶に寄って帰ってきた時に、弁慶の床滑りすぎじゃないみたいな話を長男としながら帰ってきた思い出話をしてますね。ああ、これせんべろね。せんべろ管巻き。これ良かったですね。これはなんかなんちゃらアイドル関係で友達になった人と、あともう一人昔からツイッターゲン X で友達だった人と、綾瀬でせんべろの店で飲んでた話ですね。これ何？雲超いいな。 このなんだろう、高度が違って別々の方向に進んでいる雲をタイムラプスで見るのめちゃくちゃ良くないですか？ これいいな。カード破壊。カード破壊なんだ。これなんだろう。カード破壊ってもしかしてあれ？ MacBook Pro に SD カードを挿したまま落としちゃって壊した話？抜けなくなっちゃって。
そしてその修理代で本当にお金がないみたいな話をしてるかもしれん。これほんとショックだったな。 MacBook Pro 壊れたの、いやマジでな。いや3万9000円ぐらいかかりましたからね、修理するのに。 Apple Care を使っても、いやまあ Apple Care なかったら20万円とかだったんで、そういう意味では良かったんですけど。これなんだ、盲腸親知らず扁桃腺、タイマー15分、どういうことなんだっけ、会社の飲み会でした話かな多分。常に何かが欠けて生きてる、これなんだろう、ちょっといい話をしてる風ですよね多分ね。週間復元通常営業、なんか習慣が復元した、運動を再開したってことかな。暑いけど頑張って運動してますっていうのを誇ってるのかもしれませんけど、危ないからね正直言って。はい、ああもう夜だわやっぱ夏は夜撮るに限るな。去年とか結構提唱してたんですよね、あの夏の時期は夜撮ればいいんじゃねみたいなことを言ってたんですよね。それを今年になって実践してるだけっていう。なんだこれ、わらばんし食べてた話してるあ、これコーヒーをもらってきて飲んだらなんかわらばんしみたいな味するみたいなでも UCC の豆ですね。はあ、あとこれあれか、無人島がなくなっちゃうんだけど、無人島やんちゃクラブ初期払いしてきて、やっぱなくなるのやだやだみたいな話をしてて、なんか200万円ぐらいあれば居抜きで復活させられるみたいな話をしてて、で一口20万円でどなたかみたいなことを募集してたんですけど、まあ、よく考えたらやっぱ事業計画書とかないと厳しいよねっていう、はい、そういう話でした。これはあれかな、パーティーが終わらなかったり、終わらパーリーが、あ、隅田川の花火大会を見るのに、そのツイッター現 X でうちに来いとかって言ってた、その隅田川の近くに住んでる人の家に押しかけてって花火を見た話ですね。お、 M1 Max 帰ってきましたね。はい、うん、ロイホ大変そうすぎる。あ、ロイヤルホストね行ったんですよ。なんかなんで行ったんだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、したらなんかワンオペじゃないんですけど全然店員さんいなくて、しかもなんか注文がなんかタブレットとかでもないから結構大変そうだったっていう話ですね。なんか腱鞘炎みたいになってた話ですかこれは。あー、リーモね、なんかリーモがネイチャーリーモっていうあの家電、リモコンで動かすタイプの家電を、まあ、いい感じにスマホから動かすためのガジェットがあるんですけど、それが壊れちゃったみたいな話をしてたんですけど、よくよく調べてみるとサーバー側の障害だったらしいみたいな話ですかね。はい、涼しくはない。いやマジでこの夏らしい雲の動き、夏の時期の超高速やんちゃクラブは本当に見応えがあっていいですね。あ、この回はわし会心の回だと思うアンパンマンとワンオンワンの回はちょっとわしの中で殿堂入りっていうか、めちゃくちゃ面白かったアンパンマンの映画を見てきたんですよ家族で、でその感想を述べてる回なんですけど、アンパンマンとワンオンワンになった時のこうゲストキャラクターのムーブについて述べてる、ちょっと興味があったら見てください。自信作ですね。ジャンクにはジャンクを、これなんだっけ、なんか末っ子が使ってるジャンクパソコンが壊れちゃって、で多分 CPU 壊れたんじゃないかなと思って中古の CPU を買ってきたんだけど、その CPU を差し替えても結局復活せずに CPU じゃなかったなっていう話でした。スペシャルウィーク
なんか夜に撮影するのがもうなんか定常化してしまってしょうがないみたいな。これはスペシャルウィークだからこの1週間は夜に毎日撮っていて特別感があっていいでしょみたいな話をしてるんだけど、うん、このあとねかなりの期間夜撮ることになるわけですけど、はい、予定とオポチュニティと、うん、そうなんですよね。なんかいろんな人と飲みに行くチャンスがあって、まあ、チャンスがあるなら、まあ、飲みに行った方がいいよねっていう話を多分してる。量子ゲートにニューゲートしてるわけですねこれ入門してるの門をゲートにしてるっていうダジャレみたいなやつですか。なんか会社で量子コンピュータープログラミングの入門をしたんですね。あの勉強会を行ってそれの話です。これなんか多分からぐれが変、そんなことない、朝方からぐれが変なんじゃなくて朝の明かりで撮ってるからこうなるのか。これなかなかいいですね。そしてまた夜へ。持っててよかった Windows 7 Ultimate、 Windows 7 Ultimate のライセンスを私のマイクロソフトアカウントと紐付けていて、で末っ子のパソコンをもうパーツをごそっと入れ替えて OS クリーンインストールしたんですけど、そのダウンロードしてきたインストールイメージでセットアップした後にこうマイクロソフトアカウントでログインすると持ってるライセンスが使えて便利っていう話をしてた。リバアタリタリアン、ビア、ん？リバータリアンリバータリアンはなかなかいいタイトルだとは私は思うんだが、はあ、これは絶対からぐれ失敗してるよね。絶対なんかおかしいと思うわし、これなんか HDR かけるの失敗してると思う。はあ、MacBook Pro 2週間ぶり2度目の入院。そうなんですよ。なんかあの SD カードを挿したまま落として壊しちゃって、でお金を払って修理に出したんだけど、うん、帰ってきて、うん、その後充電できなくなっちゃってもう一回入院したっていう話ですね。 MacBook Pro がこれね、あれじゃん、もうベース買ってるじゃん。1064回、はいはいはい、そうですよ。なんかすごいベースに詳しい人がこれを買えとかって言って、あのヘッドホンアンプ、ベースに挿すタイプのヘッドホンアンプを紹介してくれたから、わかりました買いますって言って買ったんですけど、これ結構いいやつ、なんか便利でしたなんで過去形なのもっとやれよベースをなんで終わったみたいな扱いにしてんの。はあ、パルを濃縮しまくりたい時もある。これ朝方に撮ってない、もしかして。リアル指示中ありがたい。あー、これね、なんだろう、長男がわしのパルワールドのプレイを見ながらこうやってプレイしろって言ってボスを倒すのをサポートしてくれたっていう、そういう話を多分しているはず。繰り返しは耳に残る、なんだろうこれ、なんだろうこれ、なんかの音、あ、そうだ、これベースの練習をなんか 2,3 時間やったら、なんかベースをやってない時もベースの音が耳から聞こえてくるようになっちゃって、ちょっと大変みたいな。これ何の話かな、これなんちゃらアイドルのなんかバーイベに行った時にあまりにも余興がなくてつまんないからトランプでインディアンポーカーをやったっていう話ですね。ババ抜きとか全然面白くないので、やっぱり賭け事っぽいことをすると面白いよね。賭けてはいないんですけどね。活動限界まで残り数時間、これなんだろう、え、これ何あ、そうだ、その MacBook Pro がその充電できなくなっちゃったから、そのバッテリーをとりあえず交換してもらって、でバッテリーの残量があるうちにそのパソコンのバックアップを取ってもう一回修理に出し直すみたいな、そういう話ですね。思い出す努力はする、なんだろうこれ、何の話かな、思い出す努力はする、
なんだろう、記憶力がないっていう話なんだと思うんですけど、捕まりたくなすぎる。はい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 。これはなんか、心当たりのないことで警察とかに、まあ、捕まっちゃった時に iPhone とかその勝手に開かれちゃうっていう、それを防ぐにはどうしたらいいかみたいな、そういう話ですね。東京は夜の30時、要するに朝6時に撮っていて前日の分ですって言って出してる回ですね。これはね、完全に日昇っちゃってるじゃないですかね、これね。しかし朝いいな、朝逆光だからな、これ。あ、そうそう、これ自動再起動ね。なんか Wi-Fi ルーターの調子がどうも悪いから、毎日定期再起動した方がいいんじゃないかって言って、で家の誰もネットワークを使っていないはずの朝4時に再起動した方がいいみたいな感じでセットアップしたんですけど、見事に朝4時まで夜更かししていて引っかかったっていう話ですね。なんだこれ、なんとか霧が良いところまで。これなんだろう、何の霧が良かったんだ何もわからない。これ多分ボッチザロックのあのベースの教本とかそういうやつを買ったんですね。買って紹介してる。昼間の世界にようやく戻ってきましたね。これまあこれが続かないんだな、昼間に戻ってきても。また多分翌日夜とかでしょ、これどうせ。はあ、嬉しそう、昼間で。あ、全然昼間じゃん。3倍速で勉強します。これ多分あの Google クラウドの認定資格のプロフェッショナルデータエンジニアっていう資格の勉強を1週間でしなきゃいけなくて、しかもなんか160時間分ぐらいのカリキュラムがあるから、すごい倍速で動画を見なきゃいけないっていう、そういう縛りの中で勉強してた期間ですね。1週間ぐらい3倍速で、だから本来48時間かかりますみたいなカリキュラムをなんか6時間でこなしたみたいな、そういう話をしてるはず。うん、まあまあまあ、この時ちょっと頑張ってたなわし。あ、このねファイナルカットプロのなんかマイナーアップデートによってバグが修正されて、すごいあの便利になった、便利になったっていうか、すごく不便だったのが治った。はあ、これ本当良かったな。はい、スーパーライデンすら無意識で止めます。はい目覚ましでね起きらんないっていう話なんですよね、これね。うん、はい、箱庭ゲームに片っ端から手を出すのをやめたい。多分これあれですね、コアキーパーっていうゲームを買っちゃったっていう。コアキーパーっていうゲームが結構昔からなんかアーリーアクセスみたいな感じでSteamで売ってたのが 1.0.0 みたいな正式バージョンがリリースされたっていうのを見て、それで買っちゃったっていう話ですね。箱庭ゲームで、これその翌日あれですね、レベルスっていうめちゃくちゃ面白いパズルゲームに手を出しててその Google クラウドの資格の勉強しなきゃいけないって言ってるじゃんみたいな、なのにもかかわらずコアキーパー買いましたとかレベルス始めましたとか言っててやばかったんですけど、なんとかそのアンインストールして勉強して、そして試験を受けてきましたっていう話ですね。でなんかどうやら受かってそうっていう話ですか。はあ、あまりにも夜ばっかりでもう吸血鬼にでもなったつもりかって思ったので、そういうタイトルをつけた回ですねこれは。はい、いやいや本当、あ、これなんかだんだん朝になってきてるじゃん日が昇ってきてる。タイムラプスで見るとめちゃくちゃ面白いなそしてまた昼間に戻った。はい、えらい、はい、えらい、いいですね雲がね。はい、雲がいい感じです。いやー、昼間に戻れてる。
ベース、先は長い。はい、それはそう。ね。ベースの練習をやんちゃクラブ内でやった方がいいっていう説もあるんですけど、どうしたらいいですかね。ベースの練習をしてるところを流すのはさすがにだなんかだるいと思うんですよね。だからやるとしたら、なんかそのタイムラプスとかで、なんか30分とか1時間やりましたっていうのを10倍速とかでバーって言って流すのが良さそう。飲酒にかかる可処分時間の話してる？ なんかヘビーな飲み会に行くと、つまりなんか朝まで飲むみたいなやつをやってると、あれなんですよね、翌日とか翌々日まで響くから、その飲んでる時間以上に時間使うよねっていう話ですね。これ久しぶりに日曜散歩で手賀沼に行った回か。これいいですね。はい。上級職、あ、これはかみさんが薙刀の2段に合格して、晴れて2段になったんですけど、なんか2段になるとなんか枝分かれして古武術みたいなやつになんか入門し始めたみたいな。はい、そういう話ですね。 iPhone16 Pro Max をこれ多分予約してんのかな、予約した日の話ですね。なんかこの頃やばかったと思う、多分コアをキープしとる場合かみたいな。コアキーパーっていうゲームをなんか延々とやってたんでしょうね、これ。 いや本当にハマりすぎちゃって大変だったんだよ、これ。コアキーパー、まだ1、2週間前の話だけど、これ検索したい気がする。ああ、やんちゃクラブの内容をなんか何の話してたんだっけこの日みたいなやつを検索したいんですよね。検索するためにはその音声を全部文字起こしして、でそれをデータベースに入れてとかやんなきゃいけないよねっていう、はい、そういう話でしたね。冷静になっちゃダメ。なんでだ、なんでだ なんで冷静になっちゃダメなんだろう、これ。おー、何の話だろうこれ。わかんないな。西大井、なんか西大井に行ったんですよ。何もわからず、なんか西大井で飲み会やるよって言って、何の飲み会なのか知らされずに、とりあえず行くかって言って行ったんですけど、そしたらなんか結構久しぶりに、数年ぶりに会う人と再会できたりしてよかったっていう話ですね。はい。これなんだろう、コスパはいいって。これあれかな、コアキーパーを2000円ぐらいのゲームなんですよね、コアキーパーって。それを延々とやってるのはなんか結構コスパいいんじゃないみたいな、そういう話ですね。これ 連休最終日じゃない。連休の最終日になんか何にもしてないな、やるべきことが何にもできてないのに3連休が終わっちゃって、連休があればできたのになっていうことを言っている回ですね。超客観的存在。はいはい、これももはや最近ですね。なんかその人間の限界を超えた客観的な事実をその知っている存在っていうのは超客観的存在だよねっていう、そう呼んで区別してるっていう話をしてます。中秋の名月を屋上で見た話ですか、これは。長男と一緒にお月見をしましたっていう話ですね。で、これはノーションにハマってて、最近家の困りごとをノーションで管理するのに整理してたら、なんかクォーターに当たっちゃって、課金しなきゃダメじゃねっていう。でもこれ5人で使うと月1万円じゃんみたいな、ちょっといくらなんでも高くないっていう話をしてた回ですね。ポップ、はい、終わり。 まあこれ、まあ見てもらえば分かるんですけど、この次の回でやっぱり課金しなくてもいけましたみたいな、はい、そういうオチがつくんですけど、いやー、この100回も結構面白かったですね。総じて何ですかね、夏のめちゃくちゃ暑い時期をなんとか、なんていうんですか、
熱中症にならずに乗り切れましたねっていう感じですか。今この時点でめちゃくちゃ涼しいんですよ。いや、ようやく秋来たなっていう感じなので、でもう多分すぐ寒くなるんでしょう。 次の超高速やんちゃクラブはいつ頃ですか？いつ頃ですかね。今もうだって107回とかそんなもん、106回とか7回とかですから、そうですね、あと93回、ちょうど丸々3ヶ月ぐらいですか。ってことは10、11、12、12月のあれ末ぐらい、本当年末、ど年末、下手したら大晦日とかに超高速やんちゃクラブやるかもしれませんね。ちょっと待って、やばくない？ もう大晦日の話してるよ、やばいよ。 もう2024年終わりそうだよ、やばいよ。はあ、マジでやばいな。はあ、はい、まあそんな感じですね。よし、無事終わってよかった、超高速やんちゃクラブ。はい、これで心置きなく何ができる、やるべきことができる。そうですね、東急ルビー会議の資料、9月29日に発表があるんで、それの資料と、まあ、多少練習をしようかな。はい、向こう3日間ぐらいはそれにちょっと注力しようと思います。じゃあ、バイバーイ。ピー。